75日の断食。明治5年、親様75歳の時、75日の断食の最中に、竜田の北にある東若井村の松尾一兵衛の宅へお助けに赴かれた時のこと。親様はお屋敷をご出発の時に、小さい杯に3杯のみりんと、生の茄子の輪切り3個を召し上がってから、参りましょう、と仰せられた。その時、かごでお越し願います、と申し上げると、試しやで、と仰せられ、いとも足取り軽く歩まれた。かくて松尾の家へ到着されると、涙を流さんばかりに喜んだ一兵衛夫婦は、断食中、四里の道のりを歩いてお越しくだされた親様のお疲れを思い、心からなるごちそうをこしらえて、親様の御前に差し出した。すると親様は、えらいごちそうやな、おおきに、その心だけ食べておくで。もうこれで満腹や。さあ、はようこれをお下げくだされ。その代わり、水と塩を持ってきておいてくだされ、と仰せになった。一兵衛の妻、春が、ごちそうが気に入らないので仰せになるのか、と思ってお尋ねすると、どれもこれも、わしの好きなものばかりや、とても美味しそうにできている、と仰せになった。それで春は、何一つ手もつけていただけず、水と塩とだけ出せ、と仰せられてもできません、と申し上げると、わしは今神様のおぼし召しによって職を立っているのや、お腹はいつもいっぱいや、お気持ちはようわかる。そしたらどうや、あんたが箸を持ってわしに食べさせてくれんか、と仰せられた。それで春は喜んでお膳を前に進め、お茶碗にご飯を入れ、それではお上がりくださいませ、と申し上げてから、箸にご飯を乗せて、待っておられる親様の方へ差し出そうとしたところ、どうしたことか、膝がガクガクと揺れて、箸の上のご飯と茶碗を、一の膳の上に落としてしまった。春は、平身低頭お詫び申し上げて、ニコニコと微笑をたたえて見ておられる親様の御前から、全部を引き下げ、再び整えて親様の御前に差し出した。すると親様は、ご苦労さんなことや、また食べさせてくれはるのかいな、と仰せになって口をお開けになった。そこで春が再び茶碗を持ち、箸にご飯を乗せてお口の方へ持って行こうとしたところ、右手の親指と人差し指が痛いような痙攣を起こして、箸とご飯を親様のお膝の上に落としてしまった。春は全く身の縮む思いで、重ねての粗相をお詫び申し上げると、親様は、あんたのお心はありがたいが、何遍しても同じことや、神様が乙女になったのや、さあさあ早く全部を皆お下げくだされ、と、いたわりのお言葉をくだされた。こうしてご滞在が続いたが、この様子が伝わって5日目ごろ、お屋敷から、おかん、いぶり、一枝の与兵衛の3人が迎えに来た。その時、さらに股間から食事を召し上がるよう勧めると、親様は、お前らわしが勝手に食べぬように思うけれど、そうやないで。食べられぬのやで。そんならお前食べさせてみなされ。と仰せられたので、股間が食べていただこうとすると、箸が飛んでいくように上へ釣り上がってしまったので、みなみななるほどと感じ入った。こうして断食は
ついにお帰りの日まで続いた。お帰りの時には修士が迎えに来て、一兵衛もお供して、平等寺村の小東の家から籠を借りてきて、立つたまでお召し願うたが、その時めまいがすると仰せられたので、それからは仰せのままにお歩きいただいた。親神様が、籠に乗るのやないで、歩けと仰せになった、とお聞かせくだされた。